上空から見たセンチュリーシティ。サンタモニカ大通りから見たセンチュリーシティのスカイラインフォックスプラザはアメリカ合衆国ロサンゼルスのセンチュリーシティにある超高層ビル。映画会社の20世紀スタジオの本社ビルである。ロサンゼルスのウエストサイド地区の20世紀フォックスのスタジオやバックロット跡地を再開発したオフィス街。 センチュリーシティ2987年に完成した。高さは150メートル35階建て、34階すべてに元大統領のロナルド・レーガンのオフィスがあった。設計はトランスアメリカピラミッドなどで有名なウィリアム・ペレーラやスコット・ジョンソン。このホックス・プラザがウィリアム・ペレーラの最後の作品となった。周囲には ニューヨーク世界貿易センタービルの設計で知られる日系二世の建築家、ミノルヤマサキの設計したセンチュリープラザタワーズやセンチュリープラザホテルのビル群がある。センチュリーシティは映画や音楽、放送業界の事務所が集まり、街並みが多くの映画やテレビ番組に使われているが、下記のようにハリウッド映画で使用されたことで有名である。ありがとうございます。